伊東市の防災会議が開かれ、伊豆東部火山群の噴火に備えた広域避難計画が報告されました21日の防災会議では、先月の関係自治体の協議会で了承された新しい広域避難計画が公表されましたこれまでの計画では、避難対象は噴火影響範囲の外周から2キロでしたが 今回陸地3.5キロ、海域3キロに変更、地域も9地区から11地区に修正しました。また対象者の数もおよそ3万8千人からおよそ4万6千人とされました。市は今後受け入れ先の熱海市や下田市などと連携し、情報伝達訓練などを行っていく方針です。